皆さんがその手に持っているスマートフォン、そのスマートフォンがどれだけの数の部品で作られているか知っていますか？なんと1台のスマートフォンには約1500個の部品が搭載されていて、その中の約1000個が積層セラミックコンデンサといわれる電子部品です。そのコンデンサの開発・生産を手掛けているのが私たち福井村田製作所なのです。福井村田製作所はコンデンサをはじめとするセラミックスをベースとした電子部品の開発・生産を行っている総合電子部品メーカーです。コンデンサは一時的に電気を蓄えたり放出したりする機能を持つ電子部品で、電気のダムとも言われています。スマートフォンだけでなく、パソコンや自動車、家電など私たちの身の回りのありとあらゆるところ、さらには宇宙ロケットや人工衛星に至るまで、電気の通っている製品にはほぼ必ず搭載されているのです。世界中の電子機器に搭載されているコンデンサ、その約 40% を福井村田製作所をはじめとする村田グループが生産、世界のトップシェアを走り続けています。現在は小さな小さなコンデンサも、開発当初から技術を積み重ね、この形に至ったのです。電子機器とともに形を変えてきた電子部品の進化を見てみましょう。1985年に登場したショルダーフォンは重さ約 3kg もありました。そのショルダーフォンに搭載されていたコンデンサを10万個グラスに入れてみましょう。その後スマートフォンへと、ここ30年で電子機器は小型化、高機能化を遂げ、私たちの暮らしはより便利に豊かになりました。このような電子機器の進化には、私たちが時代の流れに柔軟に対応し、電子部品の小型化、大容量化を進めたことが大きく貢献しているのです。コンデンサも電子機器の小型化に伴い、さらに小さく形を変えました。大きさ 0.25×0.125mm、 福井村田製作所が開発した世界最小のコンデンサは指の指紋に入ってしまうほどの小ささです。私たちが開発・生産しているのはごく小さな部品ですが、世界を塗り替えるほどの未来を作っているのです。私たちが描く未来の世界を覗いてみましょう。近い将来、技術はさらに進化を遂げ、自動車の EV 化や自動運転化がさらに進みます。それだけでなく、全ての人、物、情報システムがインターネットにつながる IoE 社会が実現し、新たなサービスが創出されているでしょう。このようなワクワクする未来には、福井村田製作所のコンデンサが至るところに搭載されています。私たちはこれまでもこれからもエレクトロニクス分野の先駆者として、電子部品の可能性を追い求めていきます。それはきっと未来を探すことと同じなのかもしれません。皆さんも未来を製作しませんか？福井村田製作所。